ポケットモンスターポケットモンスター、劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール、アルセウス彫刻の時空へモデルとなったメテオラの景色、劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール、アルセウス彫刻の時空へ、は、2009年7月18日より、東方系で、公開のテレビアニメ、ポケットモンスターの劇場版、第12作の作品である。 第62回ロカルの国際映画祭、漫画インパクト特別招待作品。当初発表されたタイトルは、彫刻の時空絵であったが、後に、本作で、初公表となるアルセウスが加わり、アルセウス彫刻の時空絵が、正式タイトルとなった。一部の媒体では、劇場版ポケットモンスターダイヤモンド&、パールプラチナアルセウス彫刻の時空と表記される、こともある。 この、プラチナが加わった名称は、前作では劇中のみに登場したものであった。今作は、ディアルガ VS パルキア VS ダークライから続く、神々の戦い三部作の最終章という位置づけであり、前作と前々作で戦いを繰り広げたディアルガ、パルキア、ギラティナも、再び登場する。また、エンディングには、前作、前々作に登場したキャラクターも出演する。 また、同年9月に、金、銀のリメイク作品、ハートゴールド、ソウルシルバーの発売を控えていたこともあり、通常のピチューとは、耳の形状が異なる、ギザ耳ミミピチューや、チコリータ、ヒノアラシ、ワニの子といった、上都地方を代表するポケモンも多く登場する。本作の舞台である、ミチーナのモデルとなったのは、ギリシャのメテオラである。時系列は、DP の、 第133話から第143話までである。本編終了後、塗り絵コンテスト結果発表の代わりに、ポケモンカードデザインコンテスト結果発表が行われた。出演キャラは、ピカチュウ、ポッチャマ、ギザミミピチュウ。興行収入は46.7億円に上り、同年の映画年間ランキングにおいて5位の成績を記録した。ピア初日満足度ランキングでは、 1> 第1位を記録した。本作の劇場版の前売り券と引き換えることのできるポケモンはピチューである。このピチューは色違いでカラーリングは進化後の姿であるピカチュウに近い。親はショコタン。また映画館ではワイヤレス通信でアルセウスが配布される。どちらのポケモンもハートゴールド、ソウルシルバーで連れていると特別なイベントを発生させられる。 旅を続ける、サトシ一個は、自然に囲まれた街、ミチーナに到着する。タッグバトルをしたトレーナーの案内で遺跡に向かった、サトシたちだが、時空の乱れにより突如発生した空間の穴に、飲み込まれそうになってしまう。一行の窮地を救ったのは、遺跡の守り人、シーナと、彼女が呼び出した時を司る神と呼ばれるポケモン、リアルガだった。 ポケモンと心を見せ合える能力を持つシーナは説得に応じてくれたディアルがパルキアと共に時空の乱れる場所を調査していた。頻発する時空の乱れはすべてを生み出したと言われるポケモンアルセウスが眠りから目覚めようとしているのが原因だった。アルセウスはかつて飛来する隕石からミチーナの地を守り荒れ果てた土地の復興のため蝶であるダモスに 己の命の源の一部を命の宝玉として貸し与えた。しかし命の宝玉返還の日、ダモスは約束を保護にし、アルセウスに攻撃を仕掛けた。激怒したアルセウスは、ミチーナの神殿を崩壊させ、人間への深い恨みを抱いたまま、傷ついた体を癒すために、自身の空間で長い眠りについた。シーナは、ダモスの子孫であり、 命の宝玉を返却しその怒りを沈めるため、アルセウスの現れる時期を探っていたのだ。ついに、アルセウスが覚醒し、人間を滅ぼそうと復讐のために現れる。命の宝玉を返そうとするシーナだが、本物だと信じていたその宝玉は、偽物だった。怒りに任せ周囲を破壊し始めるアルセウスに、ディアルが、パルキアが応戦し、さらにはギラティナも現れ火星するものの、 アルセウスの力は圧倒的で神と呼ばれる三体の攻撃すら通用しなかった。本物の宝玉のありかもわからず途方に暮れる中、ディアルガが自身の時を司る力でサトシたちを過去アルセウスに命の宝玉を返す約束の日へタイムスリップさせる。過去のミチーナの神殿でサトシたちは疑心という人物のポケモンのドータ君に 催眠術をかけられ、シーナと離れ離れになり、神殿の地下牢に閉じ込められる。そこには疑心によって、囚われの身となった、ダモスがいた。アルセウスを裏切った事件の黒幕は疑心だったのだ。疑心は、命の宝玉を返すことにより、ミチーナが、元の荒れ果てたちに戻ることを憂慮していた。一方シーナは疑心に対し、 これから起こる惨状を説明し、命の宝玉を返すよう説得していたが、疑心はその話を逆用し、本来の未来では使用しなかった銀の水による攻撃を加えて、アルセウスを完全に葬ろうと目論む。そしてとうとう約束の時間が来た。ピカチュウたちの活躍で、チカローから脱出したサトシたちは、アルセウスのもとへ向かう。そこで見たのは、 魔獣装具によって疑心に操られた無数のポケモンたちによる一斉攻撃を受け銀の水に飲まれて身動きの取れないアルセウスの姿だった。サトシたちは命の宝玉を取り返しアルセウスを救うため疑心に立ち向かう。ダモスとシーナの協力もあり無事に命の宝玉を取り返したサトシはアルセウスの元へ急ぐがアルセウスは動かない。 銀の水がさらに流し込まれ、アルセウスが沈んでいく中、サトシをはじめ未来から来た面々の体が、ゆっくりと消滅していく。アルセウスが死ぬことで、サトシたちがこの時代に来るという歴史もなくなろうとしていた。ダモスは諦めず、心を見せ合う力で怒りに囚われたアルセウスに、訴えかけ続ける。その声はついに、アルセウスに届き、命の宝玉は、アルセウスに返される。 力を取り戻したアルセウスは自身を助けたサトシたち人間を許したのだった。現代に戻ったサトシたちは再びアルセウスと対峙する。過去が変わったことでアルセウスはすでにサトシたちを知っており命の砲玉も返されていたためにアルセウスは攻撃を止めた。遺跡も倒壊がなかったことになり修復されていく中、過去に 命の宝玉を返してしまったにもかかわらず周辺の豊かな自然は変わらなかった。ダモスラ過去の人間とポケモンが協力し、アルセウスの力がなくとも土地を蘇らせていた。お前たちの世界は素晴らしい。その言葉を残してアルセウスは去っていった。詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。 詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。本作の舞台となる自然に囲まれた街。かつては、作物が育たないほどの荒れ地だったが、アルセウスの命の宝玉によって、緑豊かな街になった。そのため、命の宝玉がないと元の荒れ地に戻ってしまうとされていたが、終盤で歴史が修正されても、人間とポケモンたちの努力によって、 緑は保たれていた。アルセウスが命の源のうち、水、地面、層、雷、竜の5つを一つに結集し、生み出したもの。現代で保管されていたものは、実は偽物であり、本物は、ロケット弾が偶然手に入れていたが、歴史の修正に伴い消滅した。古代における、ポケモンの故障。劇中ではアルセウスも、リアル柄をそう呼んでいる。 月刊、コロコロコミックで、溝口誠による、漫画版が2009年6月号から7月号にかけて掲載された、単行本も発売されている。ありがとうございます。